俺の区間は AWM。 はい、どうもスコアラです。なんか今あれらしいですね、チーミングを動画にして叩かれてる実況者がいらっしゃるらしいですね。まあ、というわけで今回僕がですね、チーミングに対して思うことですね、それをお話ししていきたいと思います。まず僕はこの話どうでもいいんですよね。この話どうでもいいですよ。なんでかって話しましょうか。なんでかっていうと、まずチーミングダメって言ってる人たちは、なんていうかな、ゲームを縛っているというか、ゲームって自由なものであるべきだと思うんですよ。それを阻害していて、なんか野暮な話をしてるなと思うんですよね。自分たちがね、楽しくプレイしたいから、人のプレイスタイルを否定するっていう考えなんですよ。例えばね、嵐みたいな感じで、ゲーム性そのものを壊すんだったら別にね、おかしくはないけど、チーミングでゲーム性が壊れると、僕は思わないんですよね。僕は思いません。もちろん、その、例えば、ね、ルーム配信とかでお金を手に入れるために、有利な状況を作り出すために、ね、チーミングをするんだったら、あれですけど、その、なんちましょうか。初めから組んでなくて、たまたまその、ね、シングルで会った人と、なんか、意気投合して、チーミングするんだったら、それは、本来その不正という意味でのチーミングとは違うのではないかなと僕は思うんですよね。むしろなんかそういうのにね、首根っこ突っ込んで、なんか多分叩きたいだけなんだろうなっていう人が正直多い気がしてならないんですよ。ね。だってその、例えばですよ、ソロスクワットをするじゃないですか。ソロスク、9人生き残ってて、自分がソロ。で、あと4人チームが2つあるとするじゃないですか。で、フィールドがあって、フィールドの端に4人チーム、真ん中に4人チームで、その端にいる4人チームの後ろに自分がいて、端にいる4人チームからは自分のことが打ちづらい場所におったときは、4対5の盤面にするために、一時的に端におる4人チームと自分がチーミング状態になる、共闘状態になることっていうのは、まあ、よくあるんですよ。お互い気づいてた後でやりに行こうと思って、共闘体制になることっていうのは、まあまああることなんで、そこまでね、何、その、叩いてる人は叩く。そこまで叩くんだったら叩いてもいいけど、なんかね、その、表側に立っとる人だから、叩いても別に反撃されないから、ネタにしてやろうみたいな。そういう面しか僕には見えないですよ。正直この問題で大事なのはチーミング云々じゃなくて、個人のその良心の問題だと思うんですよ。ね、人間性見えてくると思うんですよね。今回これ叩く人って、叩く人はより陰湿なんだろうなという評価を僕はせざるを得ないかなと思いますね。正直まあどうでもいいですけど、ね、ゲームシステムを壊してるわけでもないですし、ただ性格の悪いやつが性格の悪いことしてるなっていうのは今回思いました。今回で大事なのは、もう一回総括しますね、大事なのはチーミングの話ではなく個人の性格の悪さが映ってるなという印象でした。以上。